まだ降りろよ。一回降りてください。あ、よし。ようこそカラスの力へようこそ。今回は前にやろうと思った実験なんですけど、自分のお風呂やったら外でも水浴びするのかなんですけど、前回の時は、本職のカラスさんにかなり喧嘩売られて、それどころじゃなかったんで、再度やろう思ってたんが、ちょっと買い抱いてしまって、今回やってみることになりました。またリキさん自分のお風呂用意してきたんで、これに水汲んでリキさんが水浴びするのかやってみたいと思います。リキさんそのままは無理な、普通にそのまま入ったらいいんちゃう、普通に入、まあでもちょっと深さが微妙、みんな深くもないと思うけど、まあいいか。お前がそれするからやろ、それするからお前集まってきょうるんちゃうか。よし、じゃあ行こう。ちょっと水込むわ。取り取り、よいしょ。よいしょ、これでどう。はい、これやったら入るんちゃう。お、行く？入らんの？なんやねん、入るんちゃうんか。よいしょ。今一応軽くお水入れてみたんですけど、あんまり入りそうじゃないのかな。入らんの、力さんやっぱり。本職の人今日は来てないけど、どっちにしても入らんのかな。外ではやっぱり自分のお風呂でも入らないんすかね。なんか別の遊びしてはりますね、普通に。何やってんの、なんか食うてんのかな。すげえな、めっちゃ可愛い。キザンプレイめっちゃピョコピョコ歩いとんで、あ、上がった。いや、おしっぽめっちゃ可愛いやん、あいつ。何やってんやろ、なんか食うてんのかな。で、お前は入らんの、水浴びしたら。浴びないんですか、リキさん。結局浴びひんのかーい。ん？浴びひんの。せっかく持ってきてんから入ったらええやん。はい、どうぞ。もうちょっと水足しましょうか。つうかさ、こんな浅いと思ってなかったからさ、こんなんしてもどうせ入らんやろうな、お前。バケツ持ってきてよかった。あれ入りや。どう？入れそう？冷た、めっちゃ冷たい、めっちゃ冷たいけど入らんのか、リキさん。せっかく俺が手でまで組んだけど入らないっすか。入らんのね、リキやん。またそれかよ、入らんの。
入った方がいいんちゃう。ちょっと休めた。どうや、入れそうちゃう。深さ的にもいいんちゃう。あかん、やっぱり入らんの。ヘジさん戻ってきそうな感じやな。あいいでよ、入らんのかい。入った方がいいんちゃう。つうかもう火も暮れてきたし、ほんまお前と出てきたら日差しがなくなるな。中華かわいいし、めっちゃ寒なってきたやん急に。これちょっとね、体調が良くないんすよね、リキさん。ちょっとここんとこのなんか仮装やらでさ疲れてますね。お前は知らんと思うな。お前も大概しんどそうやったか知らんけど、迷惑やったかもしれんけど、しんどいんすよ俺は。体調が良くないねん。しかもなんか試験とかもあったしさ、慣れへんことやって疲れてますねん。もうこれ入らん、流すて。入ったらちょっと移動しようか。ほんなどっち行く。でもその飛び石みたいなとこ行く。日差しないけど、日差しはないけど、この丸いとこ行く。なんかちょっと楽しそうちゃう。はい、オッケー、できやん。うん、よいしょよいしょ。なんで水に降りんねん、わざわざ。乗って乗って。え、平気なん、平気なんすか、リキさん。意外に平気か、足は濡れても。なんなん結局やるんかい。やめろ、どういうことやん。終わり、終わりなんすか、リキさん。どういうこと、どういうこと。もう水浴び完了なん。なんで乗ってくん。冷たい。終わり、水浴び完了ですか。えらしょぼい水浴びやん。がっつりやりや。いいたいな、なんでつん背中に。行く、ほな。なんかやらへんわ言うたけど、やるのね、結局は。どういうこと、気分ってこと、結局。ちゃう。何やるときな。でも、はずくろちゃんとしいよ、ほな。びちょびちょやで。よいしょ。行くじゃあ、もうようわからんやっちゃな、お前は。結局あれなんや、急に足もた。うわ、落ちた。やるんか、選んで。わからんな。ええよええよ、力さんやっといて。あ、やっといて。いいよいいよ。あ、どうぞ。なんやねん。
やるんじゃないの、リッキーやん。やってきいや。ええんか、ほんまに。ほんまにええんですか。お、いいよ。何やねそのちょいちょい。いや急いでどうした、ちょい急いでどうしたんですか。やったな、結局水浴び行く、もうまだいかん、もうしない、まだする人、どっちやねん。じゃあもう帰ろうか。はい、ちゅうわけで今回はリキさん自分のお風呂やったら普段水浴びしないところでもするのかの検証やったんですけど、自分のお風呂ではしなかったんですけど、普通に川入ってやっちゃったんで、ここは今まで初めてかな、ここ何回か来たけど水入ったの初めてよな、入ったことあるか、バチャバチャ水浴びをしたのは初めてかな。なあリキさん聞いてる。まあでも前回は本職さんにちょっと邪魔されたんやけど、今回はカラスの声が聞こえへんな、いい感じやな。というわけで結局逆に外やと自分のお風呂には入らへんのかな、逆にそっちの方が濃いよね。聞いてる、聞いてる、聞いてます、聞いてへんよね、前か。はい、というわけで今回は、またまた実験は失敗でした。よし、じゃあ行くか。体調がちょっと良くない。リキさんは元気やな。羽袋へスドルしてから帰る。帰ろうか。うるさいな、帰るで。そんなん言ってたら本職きょおるからダメだよ。よし、じゃあ今回は、はい、じゃあ今回はこの辺で帰りたいと思います。リキアンバイバイ。ゆい言わんの、オッケー。はい、じゃあ帰ります。ではでは。みきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや、チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。